セクシー田中さんを、結局は日本テレビは、全くもって、原作者無視。結局、あれだけ、まあ、小学館は原作に忠実にっていう風に言ってたんでしょうけれども、日テレが、このような考えしか持ってなかったと。原作者の書いた通りだと脚本家を書き起こすだけのロボットみたいになってしまうっていう風な考えを持っているから今回のことが起きたってことですね。まあ結構いろんな人が言ってます。だったらオリジナル作れ。その通り。結局尽きるところ脚本家の勉強不足と愛がないだけ、原作愛がないだけ。その通り。ちょっと有名になっている分を俺たちが舞台化、俺たちが実写化してやるんだ、ありがたく思え。原作はそんなん関係ねえ、俺たちがやってやってるんだっていう風に、その程度にしか思ってないってことが実際出てきました。じゃあ原作に忠実にって言われたら答えよかったね。はい、わかりましたって了承したからややこしくなったんだよ。原作の人気だけをつまみ食いしたいってこと、つまみ食いたいってこと。その通り。原作者をないがしろにする、ないがしろにしかする気しないね。いやー、もしこれ名探偵コナンがアニメ化された時に、読売やテレビだからよかったものの、日テレでアニメ化されて、あ、そうか、そういえばドラえもんも原作、日テレで作られましたね。半年間だけ。原作者がブチ切れて封印されたという。ロボットみたいでいいか。それとも、そもそも不要にすればいい作品が出来上がる。そもそもだったらね。原作者の書いた通りだと脚本家は書き起こすだけのロボットになってしまい、それに何か問題が、何が何でも自分のオリジナルに従ってるくさくさ、オリジナルでやれてき、何の問題が、脚本家不正が自我を持つな。それはオリジナル作品で言うことや、原作愛力で何言うとるんだ。その通り。そもそも、原作者の書いた通りだと脚本家は書き起こすだけのロボットみたいになってしまう。これは、今まで一度たりとも、原作を、改善なくて、原作改変をしていないものの発言です。なら原作使わずにオリジナル書けよ、その通り。大筋を変えない、キャラクター性、性格を変えない、大筋めちゃくちゃ変えたやつがありましたね。近代少年の事件簿はまだいい。銀狼回帰ファイル。なんでしょうね、あれはっていう。原作者と要相談。ジャニーズ事件と同じ匂いがするね。そりゃジャニー北川も検証特番もやんないわけだ。言えてる。原作者あってのドラマだから原作者を思い通すのが筋。だ、もしこれ、名探偵コナンでやって、同じことを、もしやってたとしたら、日本テレビ完全に潰れますよ。なぜか。名探偵コナンクラスの有名のやつを、原作改編する。または、脚本家書き起こすだけのロボット。やってみます？今の時点での人気の状態はやったら、日テレ潰れますぜ。んで、原作改編どころか、原作めちゃくちゃにしてやったやつがありましたね。ハリウッドでのドラゴンボールエボリューション。あれ、もうとんでもないことになりましたね。それでいいや、ロボットで。実際どうやねんな。改変を無理やりせなあかんことないやん。嫌なら漫画原作でドラマ作るな。当たり前。もう原作ものやるなよ。で、ロボット未満の三流が出来上がるんですね。わかります。オリジナルでやればいいじゃん。できないから漫画使わせてもらってるのに。原作者と密に相談せえよ。
原作つぶすぐらいなら新しく作品書けばいいのに、言えてる。まあ結局のところ、日テレがこのような状態だったら、まあ少し、視聴率で成功した高校生クイズ化け物レベルか、それと同じものしか作らなくなるわけですね。オリジナル作れないんですもん。その時の高校生クイズの化け物レベルをちょこーっと、化け物レベルが原作だとしたら、それをちょこーっと原作改変して、今のようなになっちゃって、結局、めちゃくちゃになってしまう。ま、その程度の番組、その程度のテレビ局に落ちたということですね、日本テレビ。ほんと。まだ福澤明の高校生クイズの時代、本当に良かったのに。ま、いっそも動線はっきりしたいなら、一からストーリーを作り上げたらいいだけの話だろう。原作改変するのはいい。想像ではないぞ、言えてる。原作、結局のところ、原作を出しに実写化しただけで、作品に対するリスペクトなんてないんだよなって言いたいけど、そんな自力ないし、ダメージ下げるために漫画原作を使ってるって印象しかない。そうそうそう。結局、日本テレビ自体も AI で良くなるやつじゃん。結局のところ、オリジナルで書けっていうことが、なんですよね。